してみると素敵なこと、青い空と魚が遊ぶ海、美しい花たちに囲まれて Forever。とても簡単なこと、今意識を変えるとき、 Change our mind、 Climb over the fence、 EM の蘇生の力はシントロピー、みんなの心が一つになれば。はい、ここからは宇宙海と死活ラブ&ピース、同じ空の下から EM がつなぐ環境浄化のコーナーです。見返りを求めないボランティアが世の中を変える、 NPO 法人地球環境共生ネットワーク、通称 U ネット、ナチュラルフーズショップ新鮮、株式会社 EM 生活、 EM ウェルネスリゾート、ホテル&スパ、コスタビスタ沖縄のご協力でお伝えいたします。このコーナーは EM を活用して私たちがすぐできる環境改善を紹介してまいります。まず EM の説明です。 EM は安全で有用な微生物を集めた共生体で、1982年に沖縄で生まれました。 EM には食品の発酵に用いられる乳酸菌や酵母、太陽の光を利用する光合成細菌などが含まれており、自然に優しい農業や汚れた環境の浄化などに用いられています。また全国各地で EM を使った川や海の浄化活動が実践されていて、貝や水草、小魚などが増え、生物豊かな環境が回復した事例が多数見られます。はい、はい、今かかってる曲はクライムオーバーフェンス、宇宙海さんが作ってくれた、ね、エミちゃん作詞ありがとうございます。作曲させていただきました。 EM のテーマソングです、うん、はい、今日はお電話がつながっております、はい、十和田湖増殖漁協協同組合代表理事組合長、そして十和田湖水質改善協議会会長の小林芳美さんです。どうもこんにちは。こんにちは。ご苦労様です。よろしくお願いします。遠いところから、はい、はい、今日そちらの方はお天気どうなんでしょうか ね、あのですね、昨日は大荒れだったんだけれども、今日はいくらかは天気が回復して、そうですか、やっぱり湖がね、水面が波が立っていない状況ですね。あ、そうですか、それはよかった、はい、まあ、昨日あたりは北海道もひどいね、嵐のようになってたような感じ。東北もそういう、あの朝方はひどい天気だったんだけど、ね、あ、そうですか、はい、あれですよね、うん、小林さんは、はい、あの国立公園十和田湖 の、うん、あの水が透明度日本一を目指してるんですよね。でも10年間、はい、もう EM とのお付き合いがあるということで、最初にきっかけというのは何かあったんですか。あのですね、はい、十和田湖の湖というのは、はい、昭和20年代ですけれども、はい、透明度が20メートル超えてあったんですよ。あ、そんなにあった。これがね、いつの間にか一気に悪くなって、うん、透明度が 3.8 メートルまで下がったんですよ。あ、極端ですね。そうですね、うん、そうしますと十和田湖の湖は自然公園、国立公園なんですけれども、うん、その透明度に圧倒されて、多くの皆さんが十和田湖に観光においでいただいたんだけれども、これでは観光資源がダメになるということからですね、うん、はい、私たちは漁業なんだけれども、うん、湖は川や、それは国民が憩いを求める自然行為なんですね、うん、そこに私たちは魚を取るということばかりじゃなくて、湖を環境を良くして、この十和田湖に観光をもっとお客さんに来ていただきたいということから始めて、きっかけですね。そしてこの事業をやるには漁協だけではできなかったんで、あの青森県の十和田湖町や秋田県の小坂町の方にもお願いして、また十和田湖にはホテルとか旅館、飲食店関係たくさん75社くらいあるんですがね、その多くの皆さんから湖をきれいにしてお客さんに喜んでもらいましょうというきっかけで活動したんですね、そしてその湖が EM 活動をして、間もなく
もう泥というものが消えてなくなるんですね。ああそうですか。年々年々浄化されていって、3.8 メートルになると、もう直射日光が湖に入っていくことはないので、餌、ね、資源が全然ないんですよ、そうしますと名産のヒメマスが取れなくなって、それではならないということからこの活動をして、そして今10年経ちましたけれども、環境が今では12メートルまで回復しております、ね、あそうですか、あ素晴らしいですね。その環境が良くなると餌資源も豊富になりましてね、ヒメマスも最近では安定して10トンから15トン、多くの皆さんに観光に来ていただいた皆さんにはこれを食べていただいて喜んでいただいてますね。そうですね、やっぱ環境大事ですよね、全てに関わってきますからね。そうですね、東京10メートルまで透明度が回復してもらえればという発想だったんですけれども、10メートルを超えると、今度は大きく日本一というね、望みを持って、今そんな活動をしておりますね。あそうですか。まあ、ぜひね。以前汚れていたね、泥というものもほとんど消えてなくなりましたしね。あそうですか。草も多く生えてきて、それと何においてもこの砂浜が、とても綺麗に見えてるんです。ぬるぬるとかドロドロしたものが全然なくて、多くのお客さんが、あるいはまた環境活動しておられる皆さんがお家になってもですね、それはどうやってここまで改善したんですかと言われるんだけれども、ごく普通のことをやっておりますよと、こういうことでね、今皆さんに喜んでいただいておりますけれども。じゃあ EM 団子なんかも、毎年というか時期を見て、そうですね、巻かれてるんですか。はい、EM 団子はですね、海の日がありますよね。ありますね。その時に一斉に青森県とか秋田県の関係するそのユネットの方々がおいでいただいて、一斉に十和田湖の一番似合うところで、一斉に投げております。ああ、そうですか。私たちはそう、EM 菌を培養したものをですね、年間70トンから80トン、この水を液体ですよね。流して、液体ですね、それを流して活動しております。まあでも10年でね、その透明度がもう3倍ですよね。そうですね。ね、これからも続ければもう以前の20メーターですか、ね、そのぐらいにもね、なんか届きそうな気がして、そうなると日本一も夢じゃありませんよね。そうですね、今ね、日本一までは、あと5メートルから7メートルでもう追いつくんですよ。そうですか。そうなんですか。じゃあここまで回復しておりますので、今はもう日本一を目指して活動を続けていく、そして一区切りで10メーターになったということで、そういう活動している皆さんが気を緩めると大変なので、その日本一という挑戦がね、皆さんまた活気がありますね。そうですね、日本一の記録をの伸ばしていっていいですね。そうですね、日本一という挑戦やってることで、皆さんがよし、そこまでやろうというね、皆さんが活動が熱心になって、やってくれておりますので、そうですね、それがまた他の湖なんかに広がればいいね。そうですね、十和田湖の湖がきれいになることによって、奥入瀬渓流、水の流れがね、とても今よく、皆さんに評判なんですね。ああ、そうですか。やっぱりつながってますもんね、やっぱりね、それが海へも流れるわけですからね。そうです、そうですか、ヒメマス、美味しそうですね。そうですね、ヒメマスはね、最近の十和田湖ヒメマス祭りもやったんですけれども、多くの皆さんがね、おいでいただいて、今日思いっきり振る舞いをしましたね。ああ、そうですか。そういう以前全く取れなくなった湖だったんだけれども、環境が良くなりまして、ヒメマスも10トン、15トン取りますとね、地元の旅館ホテルさんだけでは、ここだけではもう残るものですから、最近はですね、狙いは首都圏、そういう狙いでですね、今、活動しておりましてね、11月の1日、2日でしたけれども、東京・新橋の、そこを出て新橋のエスイル広場というところに行って、ヒメマスの即売会やって PR 行ってきましたね。そうですか。その後は仙台にも行ってきましたね。それから多くのですね、高級な東京のレストランというところからも引き合いがあってですね、今少しずつは出荷してますね。あ、そうですか。そんなに取れるようになったんですね。そうですね、すごい。皆さん姉妹は東京銀座にもやりましたしね、それから丸の内とか、いろんなところに今、出荷しております。
はい、あんまりよくは出荷できないんだけれど、地元十和田湖があるもんですから、はい、そういうことで言って首都圏の皆さんにもヒメマスを食べてください、そして湖をきれいになった湖に、来て十和田湖を観光においてくださいというのが狙いなんですね。僕も、ね、先日青森の方に行ったんですよ。仕事で行ったんですけども、まあ、新青森じゃなくて青森の方なんですけども、なんとなく閑散としてましてね。そうですね、ですからなんかこう、ポイントがあれば、みんなも行きやすいんじゃないかっていう気はね、我ながら思ったんですけども、はいはい、そうですね、じゃあ十和田湖なんかはもうこれからは超いいポイントになりますね。まず十和田湖のヒメマスを守ることと水環境を良くしてお客さんに喜んでもらえる環境を整えてですね、これから活動をやっていけば、十和田湖にもまた以前のような観光客の皆さんがね戻ってくれると思うんですよ。今もう日帰りでも往復できますのでね。そうですよね、はい、そういうことで、ね、今まず十和田湖をきれいにしようという活動を熱心に、多くの皆さんがねこれに協賛していただいて、やっております。ああそうですか。もうすぐですね、日本一になるのでね、10メートルを目標にしていた人が超えてきますとね、もう狙いは日本一なんですね。そうですね、はい、まあ、じゃあ日本一の次はこの世界一を目指して、そうですね、もう世界一なんですね。それと十和田湖の水の量がですね、もう48億トンもあるんですよ。この水をね、どうやってそういう浄化活動をするのですかという最初はね、戸惑いもあったんだけれども、しかしどこからか何からか手をつけないとね、これはいつまでたっても汚れたままの湖、これで終わるんで、やってみようということからさ始めていったのがね、今では結果として透明度がアップされましたね。もう今年のね、夏の8月の22、3のあたりだったんですが、透明度を測りましたらね、12.6 メートル出たんですよ。そのときは万歳ありましたね。最初は桟橋のところに立って、透明度日本一 V サイン出してるんだけれども、本当にね、目の前にも日本一の方がね、引き寄せているような気がして、これは活動は続けることですね。そうですね、続けることが一番ですよね。そして、ああでもない、こうでもないということにも活動を続けて、お互い皆さんボランティアでやってるんで、無事強制はしない、できる中で皆さん手伝ってくださいよということが、この私どもの団体がですね、10年超えてもずっと継続してやってできていることだと思いますね。量は少ないんですよ、70と80トンということはね。あ、そうですかね。ただそれを続けてきた結果が今の湖に変わってきたということはね、評価いただけるものだと思ってます、結果もちゃんと出てるってことですね。はい、そうですね、もうぜひ ね皆さんもね、十和田湖に行って、砂が青々として、砂浜がきれいになって、もう自然浄化ができて、私たちが入り口の放流もやってますけれども、自然浄化できる環境に戻ってきたということがね、とても正しいことだと思いますよ。はい、そうですね。自然環境、自然浄化できる条件としては、玉石があって、砂利があって、そして上に砂があって、自然浄化できる環境なんでね、そういう状況に十和田湖は今戻ってきておりますね。まあ、自然に生かされてるってことですよね。はい、そして営務中もやってるもんですから、急速にもう十和田湖の透明度はアップしてきますね。そうですね、これからも守り、頑張り続けることですよね。はい、ありがとうございました。気をつけて、どうぞ、もっともっと早く日本一になるように、応援してます。またお話聞きたいですね。ね、今10年経ったんで、10年では日本一はもう確実なんですね。ですね。はい。はい、わかりました。どうもありがとうございました。お忙しいところ、どうもありがとうございました。はい、小林よしみさんでした。ありがとうございました。はい。今お話ししていただいた青森の、小林さん、ありがとうございました。ね、今月のプレゼント、いよいよ最後になりましたけど、青森の富士リンゴです。まさに青森。3キロ1名様にプレゼントです。今すぐファックスでご応募ください。そうです。ファックスですと 044-711-1400 です。e メールですと kst@kawasakifm.co.jp です。すべて小文字です。おはがきですと郵便番号 211-8566 川崎 FM で OK です。宇宙海と死活、ラブ&ピース、リンゴ、プレゼント係まで、今日締め切りですのでお寄せください。はい、急いでー。はい。待ってるよ。ね。それでは次のコーナー行きまーす。セポンヘイト筋30年横浜の芸